ちょっといいかしら。このドアが開かないのだけれど。いや、自動ドアじゃないんだけど、これ。そう、このドア。ん？紛らわしいわね。ちっとも紛らわしくないよ。寮に引っ越してきてもう何日も経つんだから、そろそろ慣れてくれないかな。わかったわ。これからは部屋に入るたびにあなたを呼ぶことにしましょう。さあ、開けてちょうだいな。うん、ごめん、無理。覚えていることを話してほしい。ふん、知っていたとしても貴様には教えてやらん。お願い。やめんか。何が目的だ。炎の精霊のことを教えてほしい。お願い。わかった、わかったから顔を上げんか。気持ち悪い。木下さん、その僕に洗濯物を見られて恥ずかしくないの？どうして？いや、だって僕男だし。ああ、いや、気に取らないならいいんだけどね。これは何に仕分けるの？ああ、パンツ。パンツはね、木綿か。パンツ。これは。これは。アリさん、こちらは男性用なんですよ。誰もいないからいいかと思って。これからは誰かいるんです。私は気にしない。気にしてください。ああ、きゃー、タイミングが違います。難しいのね。うん、どっちも普通にうまいな。え？本当だ。うん、どっちもうまいぞ。はあ、そんなわけ。何それ。お、よく来たな。私がこのハーフプライサー同好会唯一の会員にして会長の2年、やりずい千だ。一応半額弁当好きなバカどもからは氷結の魔女なんだ。言っておくが、これは私の趣味じゃないぞ。それ。すみません、おはようございます。おはようございます。あ、これヒゲフレのヒゲモコフレンズってご存知ですか？ケサラッパサラのキャラクターなんですけど。へえ、むっちゃ好きモコ。あ、猿型ナスカのはこういうの興味ないですよね。子供っぽくてすみません。いや、むっちゃ好きつくねさんはもっと体力つけないとこの学園ではやっていけないです。さあ、どうぞ。お前たち、そんな熱そうなものを無理強いするんじゃない。フフしてやるぞ。うん、どうだ、よく冷えたぞ。体の心配だね。椎名さん、何をしていらっしゃるのですか？バームクーヘンを食べてる。どうして？好きなの。好きで許されたら警察いらないんだよ。ちゃんと金払うの。お前どういう人生送ってきたんだよ。絵を描いてきた。他には？絵を描いてきたの。絵を描いてきた。他の言葉を待ってんだよ。ちょっと、あお、キッチャーウィ。面白いプレイね。プレイじゃねえよ。大丈夫、お姉ちゃん分かってるから。終わったら呼んで、シュビーちゃんお風呂入れるから。風呂。シュビー、行く以外に体見せちゃダメ、言われた。あらば、調教済み。コロン五章だ、黙ってくれ。まあ、なら話も早いわ。はい、じゃあ後ろから集めて。橘さん、こんな時に場所も選ばずごめんなさい。あなたのことがずっと好きでした。付き合ってください。じゃあ時と場所を選んで。そこ座れ。はい。ああ、やっちまった。つくね、みぞれちゃんのカレーも食べてあげて。ああ、喜んで。これだ。新鮮な野菜や肉を瞬間冷凍した私流のカレーだ。さあ、食べてくれ。
どうした？遠慮はいらないぞ。いや、遠慮してるわけじゃ。それシャンプーじゃないわ。シャンプーはこっち。目に入った？いや、そうじゃねえ。そこはキャーとかだろうが。あ、キャー。もう呼びかよ。申し訳ありませんね、信目さん。局長の不在の間、よくぞ一人で任務を全うしてくれました。これ差し入れのドーナ。いえね、エリートですから。傷の方は急所を避けたんですが、毒を抜くのに手間取ってしまいまして。まあ、あんなものカレーうどんのシミを抜くのに比べれば楽なものでしたがね。へえ、岩崎さん夏祭りに行くんだ。浴衣とかすごく似合いそう。そんな、褒めてくれているのはわかるのだけど、何か素直に喜べない。ないと言われているようで。ラバの汗まみれは珍しいわね。男が二人だけになっちまったからな。さすがの俺も頑張らなきゃって思ったわけよ。ってカッコつけてるけど、腕立ての回数辰巳の半分以下だからな。それは仕方ない。私とレオーネでは体重に大きな差がある。王様だーら。あたしよ。じゃあ2番の人、後ろ向いて振り返りながら大好きってやって。大好き。かあ、そうじゃないのよ、ユキ。もっとこう感情を込めて。大好き。なんだこの人、不審者？でもすっごいセクシー。いや、フラット？おかしい。妙に周囲の視線を感じる。できる限り目立たない格好をしているはずなのに。いや、自意識過剰だ。しっかりしろ。私先にオーダーを取らせていただきます。かわいいお姉さんだった。背中に乗ってくれ。え、まさかこのまま追いかけるつもりじゃ。え、重いし追いかけるのは無理だ。これで少しはマシになっただろう。どう思う？あれ、なんか怒ってる。よっつぎちゃん。ちょっと、イエーイ。ともあれ久しぶり、お兄ちゃん。僕をお兄ちゃんと呼ぶな。そして忍姉さんも久しぶり。忍姉さんと呼ぶな。なんじゃそりゃ。どういう関係なのじゃ。っていうか、おののきちゃん。なになに？いえ。確かめてみなきゃわかんないって。ダメ！あれはあの時の。大丈夫？リト。エッチーのは嫌いです。